こんにちは、せいやの部屋です。皆さんは普段コンセントのお手入れや正しい使い方というのを意識していますでしょうか。コンセントの掃除を怠っていたり、誤った使い方を長年続けていたりすると、電気火災による火事のリスクというものが増大します。実は先日 NITE の方に、大阪市内の男性がコンセントの手入れなどを全くせず長年使い続けている、そんな危険な男性がいるとの垂れ込みがありました。特別な許可を得て、その男性の自宅にカメラを仕掛けましたので、百聞は一見にしかずということで、皆さん一緒に映像を確認してみましょう。男性が帰ってきたみたいですね。見た目は普通の好青年のように見受けられますが、これは何をし始めるの？筋トレですか？帰っていきなり筋トレ。トレーニングを超えられたみたいですね。それから台所へ移動されて、これから何をするんでしょう。取り出したのは生卵。まさかこの生卵をそのままですか？これはちょっと一気に危険な雰囲気がしてきましたよ。一気に飲みましたが、なんか苦しそうですね。どこかに移動。これはテレビ画面の方に。テレビに近いな。子供じゃないんだから、かじりつくように見てます。ん？テレビのプラグ、コンセント部分よく見るとホコリがすごく溜まってますね。これは良くないです。よく聞くトラッキング現象が非常に起きやすい状況ですね。抜き差しの少ない機器は特に注意してください。このように定期的にプラグを確認して、ホコリなどが溜まっている場合はお掃除を心がけてください。何やらおもむろに立ち上がりましたが、これはお湯を沸かすようですね。お茶でも飲みたくなったんでしょうか。生卵を一息に飲みましたからね、何かしら喉を潤したいのかもしれません。と、ん？おやおや、これは良くないです。これはすごい量のタコ足配線をしています。これもコンセントの定格を超えた使用をすることで、コンセントとプラグの接触部が異常発熱するというリスクがあります。このようにコンセントの定格を確認した上で、消費電力の多い機器への給電には気をつけてください。またおもむろに立ち上がってどこかに行きますね。これは洗濯機のところへ。こんな危ない男でも洗濯をするの？いやいや、これよく見てください。洗濯機の電源プラグ、コンセントにきれいにはまっていません。こんな甘い状態で挿していると、接触不良によってまた異常発熱などが起きてしまいます。このように絶対にきちんときれいに差し込んで正常に使っていただきたいんです。こちらを、まさか、まずい、気づかれたようです。すぐにカメラを切ります。危なかったですね。もう少しでバレるところで。こんにちは、向井さん、はじめまして。パナソニックで安全機能商品の企画をしています、木戸です。パナソニックの、しかも安全機能商品のご担当者様。危険な男性じゃなかったんですね。勘弁してくださいよ。NITEの方に頼まれて演技をさせてもらいました。それにしても生卵を飲むなんて聞いてなかったですよ。生卵の件はすみません。NITEの中にも変な趣味の人がいるみたいで。でもそういうことだったんですね。ではお話をお伺いしていきましょう。今回安全性が向上した画期的なコンセントを開発されたとお伺いしていますが、どのような事故を防ぐことができる、どういった製品なのかお聞かせいただけませんでしょうか。この感熱トラッキングお知らせコンセントという、先ほどの例にあった異常加熱やトラッキング現象を感知して電気を自動的に止めるという製品になります。具体的にトラッキング火災を防ぐためにどのような技術が使われているでしょうか。はい、まずはこちらの仕組みをご覧ください。プラグの隙間へ電解液を垂らします。すると直ちに通電してプラグ付近の温度が上がり始めます。複数の温度センサと時間変化などの相関関係をもとに、当社独自のアルゴリズムによりトラッキング状態を検知し、直ちに電流を遮断します。
プラグの表面が炭化する前に遮断するので、プラグが変質することもありません。こういった事故を未然に防ぐ製品を開発していただけると、消費者の方々としても、またナイトとしても大変助かります。そう言っていただけると嬉しいです。それではこちらをどうぞ。最後に生卵の一気飲みをお願いします。生卵の演出の犯人、向井さんだったんですね。すいません、冗談です。お入りください。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.